Academy write about Picasso's Guernica as follows. This painting is not easy to decipher. Everywhere there seems to be death and dying. As our eyes adjust to the frenetic action, figures begin to emerge. On the far left is a woman, head back, screaming in pain and grief, holding the lifeless body of a dead child. This is one of the most devastating and unforgettable images in the painting. To her right is the head and partial body of a large white bull, the only unharmed and calm figure amidst the chaos. Beneath her, a dead and wounded man with a severed arm and mutilated hand clutches a broken sword. Only his head and arms are visible. The rest of his body is obscured by the overlapping and scattered parts of other figures. In the center stands a terrified horse, mouth open, screaming in pain, its side pierced by a spear. On the right are three more women. One rushes in, looking up at the stark light bulb at the top of the scene. Another leans out of the window of a burning house, her long extended arm holding a lamp, while the third woman appears trapped in the burning building, screaming in fear and horror. All their faces are distorted in agony. Eyes are dislocated, mouths are open, tags are shaped like daggers. ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。ピカソのゲルニカについてですが、さまざまな意見評論が飛び交っています。どのような意見評論が飛び交っているかについてはですね、ゲルニカで検索をかけていただければですね、理解していただけるものと思います。で、私林博士の解釈は全く違うということですね。例えば左下のこの女性らしき人物はですね、子供を亡くした母親がですね、天に向かって泣き叫んでいる様子だというふうに、ほとんどというか全ての評論家がそのように評論していますが、これは、子供を失った女性が天に向かって泣き叫んでいるのではなくてですね、つまり下半身大蛇のラミアということになるわけです。で、この左の人物ので注意していただきたいところはですね、尻尾があるということです。その尻尾の形がですね、上上段ですよね、左から2番目の、岩窟の聖母のルーブル版のに表現されているラミアの尻尾と形が一致しているということです。つまりこの尻尾を皆さん見落としていらっしゃるみたいですね。で、中央がですね、上が、
ダビンチなるかが書いたとされる暗夜の戦いです。で、馬に虐げられて人の男、すなわち手に聖光がありますから、替え玉で殺されたイエス、十字架に貼り付けにされたイエスということになるわけですけども、イエスではありませんけれどもね、まあ、名もない男だったかもしれませんが、まあ、その表現されているわけです。で、その構図と全く同じものがですね、やはりゲルニカの下に表現されているということです。で、下の、まあ、そのゲルニカの、ね、中の人物は手のひらね、向かって、左側の手のひらに聖痕が五芒星の形で表現されています。そしてですね、この人物は右手に折れた刀を持っているって言われてますけども、その上の人物もですね、ゲルニカ、ごめんなさい、アンゲルの戦いの中のこの人物もですね、どうやらその左手にですね、刀のようなものを握っているように見えます。折れた刀であるかどうか分かりませんけども、刀を握っている感じの様子の手が表現されています。そして右がですね、上がレオナルド・ダ・ヴィンチなるかが描いたかが開発される、セントジェロームの絵です。この絵の構図と全く同じ構図がですね、下に描かれているということです。そしてこの上の、まあ、そのセントジェロームの絵はですね、左手に石を持ってますけども、やはり下のゲルニカの人物もですね、下に石を持っているということです。そんなところに注意しながら、続く動画をどうかご覧になってください。ビデオダイアリー、December 14th, 2020, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌、2020年12月14日、林博士です。おはようございます。神の証明ですよね。で、その神の存在を証明する物的証拠は何かというとですね、つまりはパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。え？というふうに思われるかもしれません。あるいは
中にはですね、あるいは多くの方はですね、神なんて存在しないって考えておられるわけです。と同時に神の存在を証明する物的証拠などあるはずがないじゃないかというふうに考えておられるわけですが、神の存在を証明する物的証拠があります。それがですね、今ご覧いただいているパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。一応この絵は戦場のゲルニカの惨状を描いた絵ということになっています。またそのように解釈されていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。でこのゲルニカの左の下にはですね、まあ、尻尾を持ったラミア、下半身大蛇のラミアが描かれています。そして同じ絵をですね、ダヴィンチが描いてますね。民が岩窟の聖母ルブル版です。この中心に描かれている、まあ、この女性はですね、ラミア、下半身大蛇のラミアです。でその両者と言いますかね、その尻尾を見比べていただきたいんですけども、左は横向き、右は縦向きに尻尾が描かれていますけども、同じ形なんですよね。はい、見比べてみてください。で左のゲルニカにですね、このような人物が描かれている、すなわち下半身大蛇のラミアが描かれていると発見したのは2012年以後の私林浩司で、と同時に右のですね、岩窟の聖母の中に描かれているこの女性がですね、下半身大蛇のラミアであることもことをですね、発見したのも2012年以後の私林浩司です。パブロ・ピカソについて言えばですね、これがラミアであることは知る由もなかったと思います。と同時に右のですね、この絵の中にラミアが描かれているということはですね、当時の、まあ、神と人間の間を行き来した人間、あるいは半身半人だったかもしれませんけども、その名前がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物が知る由もなかった事実ということになるわけです。がしかしこうした事実がここで一致するわけですね。なおかつマリアというのはラミアのアナグラムということになるわけです。あるいはラミアがマリアのアナグラムであったかもしれません。 L と R の違いは音の違いということだけですよね。まあ大きな問題ではないということです。これはイタリアの研究者の方にそのような証言をいただいています。ともかくもマリアイコールラミアがこうして描かれているということですね。でダヴィンチなる人物が描いたと言われている絵はですね、それは1500年後、いわゆる、まあ、紀元後1500年前後のですね、カイン・キリストの描いた絵ということになるわけです。その証明もきちんとしてきました。となるとそれから、まあ、約400年後ですね、1937年にパブロ・ピカソは左のゲルニカを描くわけですけども、同じ画家がですね、このように存在したということになるわけです。じゃあその画家は誰かと言いますと、カイン・キリストということになるわけです。でもう一度このパブロ・ピカソの描いたゲルニカを見てください。今度はこの中央の人物に注意してください。馬に、まあ、なってますかね、上から押さえつけられて仰向けに倒れている人物が描かれています。この構図といいますか、同じ人物をやはりダ・ヴィンチがですね、ゲルニカの、まあゲルニカじゃません、上のですね、アンゲルの戦いの中に描いています。下はゲルニカです、上はアンゲルの戦いです。ここでも上でもですね、アンゲルの戦いの中でも馬に踏みつけられて頭から血を流している人物が描かれています。ではこの人物は誰かと言いますと、向かって左側の手の甲に聖痕があります。で下のパブロ・ピカソのこの人物にもですね、左手の手のひらの中に五芒星が描かれています。つまりこのような形でパブロ・ピカソはですね、ゲルニカの中に、まあ、その人物を描き、そして左手ですよね、手のひら上に向けてますけども、向かって左側の手のひらにはですね、五芒星が描かれています。つまりこれが聖痕だというわけです。構図が全く同じです。つまりここに描かれているのはですね、十字架にかけられて処刑された、つまり貝玉の人物ということになるわけです。本物のシャマーシュ・イエスはですね、それ以前に殺されています。今聖痕を皆さんに比較していただいています。アンゲルの上が、右上がですね、アンゲルの戦いの人物の手に描かれている聖痕です。これは森本聡さんという方が発見してくださいました。そして右下はですね、パブロ・ピカソの手のひらに描かれている聖痕ということになります。そしてもう一人右の人物に注意してください。
右の下の人物ですね。これはパブ・ピカソのゲルニカの中に書かれた右下の人物ということになります。そして上がですね、一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた、一応セントジュロームの絵ということになっている絵です。これはセントジュロームではありません。神、カイン・キリストということになります。で、このポーズが全く同じなんですね。注意深くご覧ください。同じなんですね。一見上の人物の右足がですね、立っているように見えますけども、右足は後方にずっと流れています。今白で示しました。全く同じ人物をですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描いているということです。こうしてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵がつながるということですね。薄い髪の毛、それから手にはですね、両方とも石を持っています。ゲルニカの方はですね、写本によっては描いてないのもありますけども、注意深くご覧ください。5本指は別に描いてあります。すなわち石で一致するわけです。こうした事実もですね、2012年以後の私林修氏が全て発見したことです。すなわち、ダ・ヴィンチもそんな説明はしてませんし、パブロ・ピカソもそんなこと知る由もなかったと思います。こうして上の絵とですね、下の絵がつながったということです。そしてダ・ヴィンチの絵というのはですね、まさにメッセージ、神々から、いわゆるカイン・キリストからのメッセージということになります。そして同じ構図の絵をですね、実はパブロ・ピカソが1937年に描いていたということです。もちろんパブロ・ピカソはこの絵がですね、何の絵であるかわからないまま世に発表してしまったということになります。神はですね、いちいちこれは 何なんだよという説明はしないわけです。はい、それについてはまた別のところで論じましたので、今日は先へ進みますけども、要するに、このようにこの3箇所を取っただけでもですね、上がレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ということになっています。下もパブロ・ピカソが描いた絵ということになっています。こうして絵画が一致しているということですね。ということは1937年ですね、下の絵が描かれたのが今から今約80年前ですよ。80年前にこのような絵をですね、カイン・キリストは、人間パブロ・ピカソに描き与えたか、描き方を教えたか、あるいは構造を教えたか、それはいろいろに考えられますけども、要するに、パブロ・ピカソはこの絵について言えばですね、ただの操り人形であったに過ぎないということになるわけです。で、左がですね、私が以前はマルドックと判断してましたけど、この人物こそがですね、カイン・キリストです。アダムの息子のカインです。このカインはですね、弟のアベルを殺したがゆえにですね、深い悔恨の念と言いますかね、罪を犯し、それゆえに懺悔に懺悔を重ね、自分の胸に石を当てて苦しみ苦しみ悩み、そしてそれを乗り越えたと言いますかね、それを神に認められたと言いますか、アダムの息子ではあったんですけども、神の地位を与えられたということになります。そして人間の救済者となったわけですね。つまりそれだけ深い罪を乗り越えたと言いますかね、負ったがゆえに、このカイン・キリストはですね、人間私たち一人一人の奥深いところにある罪というものがどういうものであるかということを理解できる神になった、つまり懐が底なしに深い神になったということになるわけです。すなわち救世主としてふさわしい神になったということになります。カインイコールキリスト、キリストイコールカインということになるわけです。それを表したのがカシノの戦いですね。何度も言いましたけども、775027はキリストは聖書でいうところのカインと、解読しました。つまりこの人物こそがですね、救世主ということになるわけです。もう一人その上位にマルドックという神がいます。そのマルドックは、殺された延期エアプロメテウスの直系の息子となるわけです。そしてその直系の息子がですね、ある意味で二人三脚イエスの立場を現在守っているということになります。最後にもう一度復習しておいてください。左がパブロ・ピカソの描いたその人物の尻尾です。そして右がですね、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中に描かれている下半身大蛇の、女性ですよね、の尻尾と比較してみてください。形が全く同じなんですね。どうしてこんなことができたかというと、作家が一人であったということになるわけです。なあち、これらの絵を描いたのはこれらの画家たちをですね、指揮指導し、あるいは教えた、与えたもう一人の神、すなわちカイン・キリストということになるわけです。つまりこのような形でカイン・キリストは今から500年前のルネサンスの時代にも存在したし、それから今から80年前の、このルネサンス、
パブロ・ピカソの時代に存在したということになるわけです。80年です。遠い昔のように考える人がいらっしゃるかもしれませんけれども、たったの80年ですからね。私が生まれる7年前ですからね。はい、ということで、まあ、神の証明をこのような形でしてみました。皆さん、カイン・キリスト、救世主カインは今の今もこの地球上に存在するということです。これが神の証明ということになります。お疑いの方は何度もこの動画を見てご自身で判断してください。バイ。